皆さんは夏みかんと甘夏見分けられますか？この時期は甘夏や夏みかんなど柑橘系類がスーパーなどの店頭に並びます。甘夏と夏みかん、見た目も旬も時期も近いですが、何が違うのでしょうか？現在夏みかんと呼ばれるものは1700年頃に山口県長門市に漂着した果実の種を栽培してできたものと言われています。その後明治時代に山口県萩周辺で栽培が盛んになり、その後全国に広まって代表的な晩生の柑橘類となりました。夏みかんは正式な和名を夏だいだいと言います。これは実を収穫せずに置いておくと、次の年は前年の実がまだついているのにまた新たな実をつけるという変わった性質があり、実りが代々続くという意味で名付けられたと言われています。一方甘夏は1935年頃、大分県津久見市の川野さんという方が夏みかんの突然変異種を発見して栽培したことから、正式には川野夏代々という名称が付けられました。柑橘系果実の甘さや酸っぱさを比べたチャートを見ると、夏みかんは甘夏よりも甘みが弱く、さらに酸味が強く感じられます。しかし初夏にはこの爽やかな酸っぱさを美味しいと感じる人も多いのではないでしょうか。甘夏は温州みかんと同じくらいの甘さがある一方で、酸味も強く若干の苦味と相まってさっぱりと甘酸っぱい爽快感が味わえます。甘夏と夏みかんを比べると、甘夏の方が若干サイズが小さく、皮にツヤがあるのが特徴です。食べ比べてみるのも良さそうですね。そして夏みかん類は柑橘類の中でも糖分が少ない分、柑橘類の中でもカロリーも低めで、美肌効果のあるビタミン C や疲労回復に効果があるとされるクエン酸、カリウムなどのミネラル類が含まれています。また独特の苦味はフラボノイド類のナリンギンという成分によるもので、抗酸化活性や抗炎症作用があると言われています。これから暑くなる時期、酸味の効いた夏みかんや甘夏を食べて爽やかに過ごしましょう。今回ご紹介したトピックスや季節の話題もウェザーニュースのアプリお天気ニュースチャンネルから見ることができます。ぜひご覧ください。